札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズ16回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は右のバーヘイゲン、対するバファローズの先発は左のアスピス。この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で中田、第9、危ない球、第2球投げた、打ちました、福田下がった、ヒットになります。ボールは中継、ファイターズまずは1点先制、1対0。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは指名打者ワン、第9投げた、チェンジアップ決まってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから第2球打ちました、ボールはライナーで左中間へ、ヒット、バックホーム、間に合うかどうか、二塁ランナーホームイン、ファイターズさらに1点追加、2対0。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ、ワンアウトランナー一塁二塁という場面で渡辺、第9投げた、初球から打ってったファーストの左、ゲッツーコースター、宗一塁ベースを踏んでアウト、ファイターズなおもチャンスが続きます。第9投げた、完全に外れたボール、第2球投げました、ストライク、第3球を投げました、流し打ち、どうだ、ライト前ヒット、バックホーム、間に合うかどうか、続いて2塁ランナーも今ホームイン、ファイターズこの回4点目、4対0。リプレイをご覧ください。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で石井、第9ストライク、まずは見送りました。投球これから2球目打ちました、これはサード真正面、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして4対0、ファイターズまずは先制しています。ファイターズ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で石井、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました、打ちました、三遊間の当たり、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー渡辺残塁に終わりました。3回まで終了しまして6対2です。さあ、この勝負でゲームの流れを引き寄せるか。バファローズここは中間守備を取りました、見送ってボール、第2球投げました、2球目ストライク、伸びのあるストレート、第3球打った、フラフラっと上がった打球はセカンドフライ、取りました、これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。まずは1塁牽制、タッチセーフ、第9投げました、ボール、第2球投げた、打った、ファール、第3球を投げた、ストレートはボール、第4球を投げた、打ちました、1・2塁間へ、1塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。チャンスを潰します、ファイターズここで勝ち越しというわけにはいきませんでした。さあ、勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で北野、伊達、西川、直球見送ってストライク、いきなり156キロ投げた、ボール、投げた、3球目空振り、バッター追い込まれました。次は4球目投げました、チェンジアップ、空振り三振。さあ、リプレイです。ヒギンス、ここは抑えました。8回までが終了しまして6対6です。ファイターズ敗れました。さて、本日のヒーローは杉本、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように9対6、ファイターズ残念ながら敗れました。
札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズ17回戦の模様をお送りいたします。ファイターズの先発は左のアーリン、対するバファローズの先発は左の田島、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。ファイターズ先制のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で今日の第一打席はスイングアウト。第2球打った、取りました。これでスリーアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。二塁ランナー近藤残塁に終わりました。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で北野、伊丹、西川、今日はショートゴロと三振。第2球外れた、ボール。投球はこれから3球目、見送ってストライク。次が4球目、投げました、見送ってボール。第5球投げました、直球決まってストライク。第6球を投げました、空振り三振、バットアウト。今日は安打を放っていますバッターの近藤。第9球投げました、スラーバーボール。投球これから2球目、内角高め、ボール。セカンド牽制、二塁タッチセーフ。投球はこれから3球目、3球目ストライク。第4球を投げた、打ちました、打球は三遊間へ、あっと取れない。レフトバックホーム、近藤ナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。ランナー2人を置いて迎えるバッターは中田、今日は三振とファーストゴロ。第1球投げた、打ちました、初球打ち、一・二塁間ライナー破っていった。ファイターズさらに1点追加、2対0。リプレイをご覧ください。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、ワン、今日は三振とショートライナー、外角高めいっぱいストライク。第2球投げた、打ちました、西野バックをつかみました。これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第1球投げた、初球打った、クリーンヒット、近藤三塁回った、センターからセカンドへ、ファイターズさらに1点追加、タッチアウト。先ほどのプレーです。田島最後はバックに助けられました。ファイターズ2点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対1。
札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズ18回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は右の上沢、対するバファローズの先発は右の山岡、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。ファイターズ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で北野、伊達、西川、第一打席は内野フライに倒れています。二塁は牽制を送ります。タッチはセーフ、二塁はセーフ。投げた、ストレート決まってストライク。第3球を投げました、打ったに当たりだ、一、二塁間ライナーで破った、ライト前クリーンヒット。西川、いいバッティングを見せました。ファイターズなおもチャンスが続いています。初球空振り。第2球投げました、これもしかし空振り。同期は3球目、流し打ち、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。投げました、打った、ファールボール。投げました、ボール。第6球を投げました、打った、痛烈な当たり、三遊間、ライナー破っていった、ファイターズ先制、1対0。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、中田、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。第1球投げた、外れた、ボール。第2球投げた、打ちました、いい当たり、ライトへのフライだ、ライト交代、超えた、ボールはセカンドへ。ファイターズさらに1点追加、続いて一塁ランナーも今ホームイン。ファイターズこの回3点目、3対0。さあ、リプレイです。バッターは DH のワン。第1球投げた、初球に送ってストライク、初球ストライクから第2球ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、インハイ、縦のスライダー外れてボール。第5球投げました、打ちました、フラフラッと上がった、足立交代、落下点で構えます、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。3回の裏が終わりまして3対0、ファイターズ先制点を挙げています。ファイターズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で野村、ここまで2打席連続三振。第2球投げました、インロー、ボール。同期は3球目、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。第4球を投げました、打った、一、二塁間への当たり、福田取った、一塁送球アウト。ファイターズなおもチャンスが続きます。第1球外角高め、外れてボール。第2球、2球目ストライク、投げました、打った、西野交代、これはヒットになります。レフトバックホーム、ファイターズ1点入りました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ、追加点のチャンスにバッター、中島、今日は三振とショートゴロ。第1球初球はストライク、1球目ストライクから流し打ち、どうだ、三塁線、惜しくも切れてファール。打ちました、三遊間の打球アウト、スリーアウトチェンジ。中盤まで終了しまして4対1、ファイターズ、ファイターズダメ押しのチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で近藤、まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。第1球投げました、初球を打ちました、ピッチャーの頭上をフラフラッと上がっている、マウンド前方を掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げた、見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、ボール。第3球は打ったに当たりだ、クリーンヒット、2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む。ファイターズ1点入りました、5対1。
ルの1安打。リプレイをご覧ください。バッターは指名打者。第9球投げた、初球打った、レフトへ行った、ヒット。ナイスバッティングです。ファイターズなおもチャンスが続いています。第9球投げた、見送ってボール。さあ次の投球、ボール投げた、打ちました、フラフラッと上がった、掴んで、これで3アウトになります。7回までが終了しまして5対1ファイターズ。さあバッターチャンスをものにできるか。バファローズここはバントに警戒します。初球から打ってった、ヒット。中島いいバッティングを見せました。初安打。第9球投げました、バッターの足元。第2球投げました、打ちました、ショート右への打球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。チャンスをものにできません。ファイターズここは結果を出せませんでした。ファイターズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。